ゆるっと始めてきてね。こんばんは、山城と申します。さあ、ということでね。まあ、今日お隣にまたキッシーさん来てもらってるわけでございますけど。どうも、こんばんは。こんばんは。急に呼び出してごめんね。本当はね、明日撮影しようって言っとったんやけど、急遽ね、ちょっと今の時間にね、変えてもらってね、動画を撮り始めてます。まあ、時刻が11時10分ぐらいか。ということでね、なんやこんな夜からね、何をしに行こうかというとですね、もうね、今回企画発表担当直入に行きます。そうだ、満腹屋行こう。満腹屋。満腹屋ご存知ない？ご存知ないです。あ、ご存知ない？はい。YouTuber 界隈では非常に有名なお店でして、岡崎にあるラーメン屋さんです。まあ、ちらっと話したことあるかなと思うけど。そう。で、なんでかっていうと、もうね、YouTube 見てる方はね、もう皆さんご存知だと思いますけど、あのお店。とにかくめちゃくちゃ混むんすわ。うちもね、実はお盆に岡崎行った時に食べようかなと思って行ってみたんやけど、もう、昼の3時とか2時の時間で、2時間待ちとか。いわゆる、ドカンさんの時間帯やな。この時間帯やったらさすがにあれかなと思ったら、全然ダメで。で、ただ、あそこ、ちょっといいことがあって、夜中の、実は5時までやっとるん。だから、横綱みたいな感じ。で、深夜営業もやっとるから、深夜営業の時間帯やったら、で、しかも、雨降っとるよ、今日。やったらさすがにそんな混んでないんちゃうのと踏んで。この時間から行きます。なるほど。夜に食べるラーメンは美味しい。ということでね。お腹を空かして。って言っとくけど、飯食ってきたもしかして。だよなー、言うの忘れてたよな、俺。つい1時間前に、チキンタツタのポテト L セット食べちゃいました。チキンタツタ。はい。いや、迷ったんやけど、そうか。ポテト L、もう重いなーと思ったんや。ポテト L 完食しちゃいますよ。あっと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 。で、今回行くところね、満腹屋もう満腹って名前もついとるぐらいなんで、わかると思うけど、まあ結構ラーメン屋業界でも、まあお腹が膨れるということでね、定評のあるところでございまして。しかもそこがね、なんで今行きたかったかっていうと、期間限定で、トッピング祭りっていうのやつ、メガトッピング祭りっていうのをやってましてですね。これ伊達店オンリーらしいんやけど、2店舗あって、駅前の、日が丘の駅前ねと、伊達のあの2号パが、国道沿いのところ、トヨタの方に出てくる、国道沿いのところにあって、そっちの方のお店では、メガトッピングっていう限定メニューを今や、期間限定でやっとって、これのメガチャーシューっていうのがうまそうなんよ。まあ、またちょっと、後々画像を見ながらね、行ったらいいかなと思います。まあ、っていう感じでね、それがね、食べたいということでね、今から行ってきますと。じゃあ、今日もよろしくお願いしまよす。ろしくお願いします。って言っとるけど、回ってことかとね。そうか、食べに行くあれか、企画か。そう、いや、まあ、夜食で、しかも、じゃあ、本当に下道の方がいいね。本当に、しまったな、しくじったな。まあ、ただ、岡崎まで下道で行っとったら、多分小腹を空いてくるって。小腹です。小腹で、ただ、満腹屋だけやね、な、満今腹から。屋っていうのは、どうなの？まあ、YouTube ちらっと調べたらわかるけど、本当に満腹屋さんって、すごいよ、数字持ってるところやから。だって、すする TV でも一番再生されとるのが確か満腹屋ちゃうかな。2位が大岩亭ちゃう。そうか。満腹屋大岩亭、キムタツが上位の方に入って、まあ、東海オンエアと、で、オンエアさんとコラボしとった兼ね合いもあると思うけど、だって2000万再生とか言ってたんじゃないかな。それこそ東海オンエアの動画でもよく出てくるから、まあ、それでね、有名になってっていうところがあるんだよね。まあ、ラーメンの系統としては、いわゆる家系ラーメンの系統に入るらしい。ほうれん草とか、そうそう、乗ってた。
今回はそのチャーシューの目がすげえ気になるって言っとるんやけど、実はほうれん草のチャーシューもあるらしい。ああ、ほうれん草のチャーシューってないや。ほうれん草のチャーシュー逆に食べてみたいけど、メガほうれん草とかっていうトッピングもあるらしい。まあ、うちが絶対肉行くと思うんで、私、メガほうれん草行きますわ。ほうれん草行ってみる？いや、そんな感じで予定を立てながらね、行こうと思うけど。そうすると、ほぼ必然的にこの刻一をずっとドライブする形か。23号じゃなくて。23号の早いか。早いけどな。早いな。この時間どうやろうな。あ、でもこ、ああ、この時間余計23号の方が早いか。圧倒的に。圧倒的に早いな。いやー。まあ、ちょっと紙取ったから、俺は。うちも取ったと思うよ。いやー、さすがに朝の4時起きだから。ぶっ通しで、生きる体力はもうない。繰り返し言うけど、ポテト L 重たかった。あれ、あんなに量あったかなと思って。格納素電源使うから、好きなサイズ選べるんだよね。でもポテト L サイズでいいですかって、はいって言ってたから、今でよかったなって。あ、そう。それか、ナゲットでよかったなって。だって、結構、普段から、バーコーは何個食ったの？チキンタツタ。だけよ。でも、チキンタツタも、もう、うちのさ、セットで、まずポテトを先に完食する派だったね。ポテト全部食ってから、バーガー食ってたけど、バーガーが最後きつかったみたいな。ああ、そう。なんかもう冷めたポテト一番食べたくないから。ああ、まあ、それもわからんでもないな。ポテトをなんか先に食べないとっていう。俺、でも、間で挟みながらやな。で、あと、うちの場合、この前もちょうどうちもチキンタツタ食ったよ、初めて。実は今まで食ったことなかったんやけど、例のお寿司屋さんが、実はチキンタツタめちゃくちゃ大好きで、チキンタツタを食わずして、真っ向語るなど、えらい力説をされてしまったもんで、まあ、試しに食べてみるかって言って、もう、食べた動画の方が先に上がっとると思うけど、あれ編集終わっとるで。で、その時は結局、チキンタツタと、新タツタと両方食べ比べして、で、そこからハンバーガーにとか。あれ、ポテトどうしたっけ？あの時はもう単品で頼んだんやったっけな。だからなんか、チキンタツタがあんまり美味しく感じなかったよ。マジか。新タツタの方を食べたんだけどね。ああ、感想どうやった？うちはもう先に言っとるから、どれぐらい感想一緒かどうか大きくは気になるけど。ちょっと、ソースが多くて、辛い。ソース、タルソースやろ。ねえ。しかもね、崩れるし、食べにくい。やっぱ、首にくるのがいいね。ビッグマックで紙箱はちょっと、そうだね。持ちにくいし、手につくし、なんかね、いまいち。そうだね。うちはホエで、多分似たようなところなんやけど、あれを、新タツタ食べるんやったら、フィレオフィッシュでよくねと思った。だってもう、ほぼほぼタルタルのソースを食べてる感じやったやん。やったら、フィレオフィッシュでよくねっていう。ほぼほぼ味一緒やったやん。確かに。タルタル強いね。で、フィレオフィッシュやったら、ゆるマックにして、プラス100円しても、多分、フィレオフィッシュの方が安いよ。やったらフィレオフィッシュでいい気がするなって思った。うちはやっぱ牛のバーガーがやっぱ甘くはいいなってね。そうだね。そうだよね。正直やっぱそうなんだよな。今やってるサムライマックが好きだねって。やっぱサムライマックいいよね。食べ応えがあるし。でもサムライマックでそれこそポテト L サイズとかにしたらもう全然お腹いっぱいになっちゃうから。ああ、そうや。
まあ、どっちみちちょっとプレートが。それはでも、あれだね、それぐらいの量で売れるのか。結構お腹すかしていったんだけどね、うん。5時間も経って、ああ、僕、だここから行こうかって、あ、久々に、あ、ポテトうまいと思ったけども、最後の方、もう、しんどかった。まあ、小腹空いとったらそれぐらいでいいかなっていうぐらいの量やな。一人で、それこそバーガー2個とポテ投げとかやったりするし、で、バーガー2個もだいたいダブルチーズバーガーの夜マックとか、そんな感じやからな。まあ、ほやで、1食あたりが1000円近くになってくるから、1000円超えるとかになるんで、あれやけど。一人でポテ投げの特大、頼むときもある。お酒飲みに行っ800円です。た。まだ若いね、いいな。どうなんやろうな。すべきかい。若い頃と比べると空量減ったのは減ったけどね。あ、でも今またちょっと持ち直してきたかもしれない。体力仕事になっとね、腹減るもんで。そんな感じやからな。まあ、ほやで、一食あたりが1000円近くになってくるから、1000円超えるとかになるんで、あれやけど。一人でポテ投げの特大、頼むときもある。お酒飲みに行っ800た。円です。あ、まだ若いね、いいな。どうなんやろうな。すべきかい。若い頃と比べると空量減ったのは減ったけどね。あ、でも今またちょっと持ち直してきたかもしれない。体力仕事になっとね、腹減るもんで。今回行こうとしとるところは相当、その中でもタフな方のやつやねんな。まあ言うて俺も食ったことがないもんで、そこの満腹屋はね。まあ、単純に気になってるのは気になってる。岡崎ってさ、そもそもラーメン屋さんのクオリティ高いやん。岡崎のラーメン屋さんは全然行ったことがないってわけじゃなくて、うちの場合な。岡崎はちょっと仕事しとったこともあってさ、立ち上げの時に。結構ラーメン屋は行っとんだよ。で、その時にも結構地元のバイトの子とかに、どこおすすめの店ないとかって聞いて、そこに行ってみてとかってやつだね。ただあれだね、満腹屋もそのリストに入ってなかったし、寄付先も入ってなかったんだよね。なんでかなーって思ったけど、考えてみたらもう俺、あそこで立ち上げとかやってたの2013年とかやから、まだ東海オンエアが動画投稿始めるか始めやんかぐらいのこれや。ああ、それもあるのかなと思ったけど。下手すりゃ、万徳屋とかって、オープンしてたのかな？どうかなぐらいなのかな？もしかしたら。モルゲンとかだって言ってたもんな。で、うちの性格的にさ、マルゲンの隣にさ、ま、空いた満腹屋とかあったらさ、そっちの方行くやん。チェーン店じゃない方。それがね、おしむらか。まあ、で、あと、当時あっちの、豊田の方のお店にもね、いろいろと、協力していとったしな。あの時期が一番ラーメン食っとったかもしれんやん。仕事終わって夜中の2時とかさ、なってくると、まあ、相手のところも限られてくるね。ただ、まあ、岡崎、それこそ、岡崎がさ、今も2店舗あんのか。どっちも生き残ってるね、あそこは。俺の働いとったところが2店舗あるやん。で、稲熊町の、に携わっとったときは、言うて結構岡崎の方勝手に入っとったんやけど、何？岡崎の市内に。そうじゃなくて、そのもう一店舗が、萩町やったんや。ダモでさ、豊明が拠点やったんや、しかも。豊明の店舗が24時間営業やったから、そこを根城にして、そこから結構各店舗に俺行くよ、みたいな感じでやっとったもんで。そうすると、岡崎の市内の方になかなか入ってかんのよ。
もう、それやったらね、刈谷とか、ね、あっちの方に行ってしまえばいいやってなってしまうし、そういうわけからやったらさ、で、大体、飯食うのもほえで、刈谷、横綱があんの。はい、刈谷です。な、刈谷の横綱か、その先の、イオン、マックスバリュー。で買うかとかって、そういうふうになってくるし、ドン・キホーテも結局、国一沿いのあっちの方になっちゃうよ。西安城の。だって、岡崎のドンキは結局行ったことないもんな、俺。あ、そうなんだ。イオンの向かいであるね。で、イオンも、南の方やん。どっちかっていうと。だって、そうすると、ちょうど通らんのよね、あっちの方。だって、秋田の方でも全然行く機会よかった。北の方にある。矢作から稲熊やとちょうどあの辺りやん。で、移動途中にパッと買い出しとか済ませてとかって言うと、ちょうどアピタぐらいが寄りやすかったから。アピタドミー。あの辺はなんか停戦が3店舗ぐらいね、集まっとって、あるね、今もあるかな。UFO とかやったっけ？なんだっけ、一つはループ、あ、ループだったな。じゃなくないと思うけど、ループ自体がなくなっなんかたループね。から名前が変わったお店とか、あとゲームファンタジアンとかいう名前なんだと思う。あとマミーとかいう名前のゲーセンもあった気がする。マミー？違うかな、なんか、そんな、あった気がする。でもこれいいな。全然ずれやん。今回始めたの、この。パイロットで、ちょっと夏らしさ動画を撮ってみて、どうかなってのやっとってんけど、もうほんと、トライアルで買ってん、これ。トライアルから自分家までの間ぐらいを、ちょろちょろって走ってた時やったから、どうかなって。いけそうな感じやったもんで、ね、そのまま使ってみたいけど。でも、雨やんできたな。いいのかな。雨が強ければ強いほど、並ぶリスクは軽減される気がするからな。言うて、真夜中に、ならんかった。それが、そう、わからんのよ。さすがにないと思うけど。で、そう。うちも読みとしては、わーって並んどるのが、基本的にそれこそお盆の時期とかやったら、いわゆる東海オンエアのファンの人たちがわーっと言っとるから、まあ、ほえで、県外とかの、から来とる、いわゆる聖地巡礼で行っとる若い子たちとかが、結構行っとるイメージなんかなと思って。集客力半端ないな。えげつないよ、本当に岡崎の。なんか、キムサチだってさ、なんかこんなね、YouTuber で話題になる前から、そこそこ有名な気分で撮影をとか、ねテレビやってでない。紹介された人だもんな。なんか移転する前もね、もう有名だったから、そこそこ。そっか、今じゃ、そんな行列になっちゃったんだ。キムサチさんに至っては、11時オープンや。10時半で閉まるでな。ひどい時。すごい。朝の11時開店で、行列が長すぎて、もう10時半に並んでる時点のお客様で終了になります。どこかで言われとったのもあれやったもんな。本当に、ディズニーシーよりも混むってる。アトラクションやってる。満腹系も好きやと思うからな。まあ、ただ、基本的にはどっちかというと、夜とかでも混むのは、日が丘の駅の方、駅前であるの、のお店の方のが夜も混みやすい。そうなの。らしい。いあんな車栄なのに。や、だから観光で行く人がわーっと行くから。でも夜中もやってるでしょ。そう、だっても夜中の5時までやってるから。それとか、東岡崎の方が、穴場な気がするけどね。鉄道動いてない時間帯の。でも夜中だと、なんかそっち結構、あっちの方は混むらしい。いろんな話があるけどね。
まあ、単純に夜中にそっちの方の店だとメンバーが来ることがあるらしいので、メンバーはどっちかっていうと、出現確率が高いのはそっちの方の店らしい。駅前の方の。それもあって結構、どうせ行くなら、で、まあ、どうせ行くならって言ってさ、その距離感が違うやん。俺らと。言うて、うちだって岡崎ってさ、まあちょっとドライブした、下道ちょっとドライブしたら行ける距離やん。まあそれこそ、はい、仕事で応援してとか、はいよーって言って、はい、行ってくるわ、つって、行ってきたりとかできる距離やん。四日市やからな。やけど、遠方から来る人たちって大阪、東京とかは全然ザラで、なんかもう福岡とか、北海、札幌から来たとか、もう全国から来るから、やっぱ、まあ、わからん。うちがリサーチするのが、まあ、これ、変な話、何?まあ、うちの YouTube チャンネルの戦略でもあったんやけど、若い子と話すときのネタになる、ね。YouTube やっとるっていうとさ、食いつき合いって言ったらあれやけど。で、だいたいそっから、どの YouTuber 見とるとかって話をするわけさ。今の若い子ってどなたに見とるとかって聞いたりとかすると、やっぱし、今でも20代前半の若い子あったのは、聞くとやっぱ、まあ、地域からもあるかもしれんけど、東海オンエアみたいな人とは圧倒的に多い。まあ、うちの YouTube チャンネルの戦略でもあったんやけど、若い子と話すときのネタになるね。YouTube やっとるって言うとさ、食いつき合いって言ったらあれやけど、で、だいたいそっから、どの YouTuber 見とるとかって話をするわけさ、今の若い子ってどなたに見とるとかって聞いたりとかすると、やっぱし、今でも20代前半とかの若い子あったのは、聞くとやっぱ、まあ地域からもあるかもしれんけど、東海オンエアみたいな人とは圧倒的に多い。飛んでるね。まあやっぱ金曜日ですね。そうなんだよね。金曜日だからね。さすがに平日に行って、またっていう、やるにはちょっと遠いしな。この前一回、夜勤終わり、早く終わったもんで、一回ここまで来てみたけどな。ここまでがギリやな。さすがに夜勤終わってから岡崎まで走ってってなると、ちょっとさすがにしんどすぎるな。うどん屋さんってこれやっとんのかな?まあ、どうなんだろう。なんか、この間、カバー外した気がしたけど、あれまだあったのかも。あ、まだあるかもしれない。どうなんだろうな。だから、長島とか、弥富だったかにある、あの辺のお店のお店があるけど、なんか来てよ、って言われたら。確かなんか、番組テレビで取り上げられたんだっけ。あ、そうなんや。あ、芸能人が街歩きする系の番組。なんか、それ前ね、取り上げられた。そういう時はあるな。ほっぺた。山っぱや。入ってんだよね。ええ。不思議だよね。でも本当家系ラーメン増えたよな、こっちの方も。普段家系ラーメン食べる?食べない。
食べんかな。家系ってね、自分あんまり好きじゃないと思ってて。はいはいはい。松田商店とかね。ああ、何々はい。できたと言っ言ったたね。けど。まあ、リピートしたいとは思わなかったかな。ああ。うちもそうだよな。ラーメン自体を食う機会が減っとる。手が減っとる。間違いなく減っとるけど。家系ラーメンは本当に、どこやったっけ？一時や？は、美味しいなと思うけど。それこそ、前の職場の時はね、ちょいちょい行ったりしとったけど、今は本当にめっきりあっちまで行かなくなったもんな。家系でパって食べるって言うと、一時やぐらいやな。ゆきラーメンってベースの味って何味あれ？豚骨料理やろ？だよね。あんま豚骨料理は食べないんだよね。ああ、はい、はい、一番好きなのはやっぱ煮干しとか魚介系。はい。ああ、はい、石垣屋みたいな。はい、はい。あれがやっぱ自分の中の一番なんだけど、なんかそういう系が入ると自分食べあんまり食べないから。醤油系をうちは作るのか、好きなところで言うと、うちは喜多方ラーメン好きだよ。あれは好き、うちも好き。喜多方ラーメンが好きで、あとはもう豚骨ラーメンって言うと、うち結構、あそこ行くな、いなべの、ああ、名前の忘れした。結構山の方にある。そう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 。一回、うちも行ったけど、あ、一緒に行ったっけ？行った、行ってる。あ、いた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 。うん、あそこあそこ。あそこが言うてやっぱうまい。まあ、あそこもうまいんやけど、ダメへん。あまりにも混む。ええ、うちも行ったことないんだよ。場所もよく知らないし、それ。あ、そっか。松本街道沿いの話だけど。松本街道沿い、工房長。今はね。もともと昔、モスバーガーがあったあたり。あなたにでき記と憶だと、ユーイングっていう、分かったかな、テレビゲーム屋さん、思い出すかな、ユーイング、テレビユーイングとか、あったね。あれがあったあたりだっていう事実なんだけど、ユーイングとかあのあたりやったっけ？あのあたりか。じゃなかったかな。そっか。おもちゃ屋さんってあったよね。今、そういうおもちゃ屋さんってほんとない、人気だったよね。ないね。わしはミニ四駆大会って言ったらそういうおもちゃ屋さんでやるとかな。あったりしたもんやけど。トイザらスでも苦境っていう。ね、大変っていうのかな。通販がこんなに言っちゃうかな。あれ、吉野家閉まっとるよ、この人。あ、11時で閉まんの？いや。そうなんだ、こんなね、幹線道路沿いで目指すよね。亀山みたいなど田舎ならと思ったの。そうそうそう。あれ、やられた。この前、朝市で食べようと思ったら、空いてなくて。亀山駅の駅前で来たと言っても、もう他にどこも行きようがないやん。そうなんだよね。あれは参ったわ。で、席のドライブインったらどうにかなるかなと思ったら、席のドライブイン、ミニストップすら営業してないやそうなんだ。ん。24時間営業してないやん、そこでミニストップ。結局はあそこや。亀山のインターの近くにある。トラックステーション。そう、トラックはい、よステくーシ行ョく。あそこしかないね。あるいはハイレーオアシスのすき家とかは24時間やってると思う。ン。あ、そうだね。あっち周りもう回る時間なかったもんね。ああ、まあ順調に来とるね。うち今まで岡崎市でどこ行ったかなーって調べてみたら、はいはい。そういえばね、うち、公園前と同じぐらい好きな店があって、鳥そばの山立さん。山立さん。西岡崎駅から北にちょっと行ったところ。西岡か。
はあ、そっちの方か。この鶏そばがめちゃくちゃ美味しかった。公園前も有名やな。そうそう。あれ、角田公園の近くやったっけ？何の公園前だったか忘れたけど。そうやな、角田公園の方やったよな。あれね、あの、駅の近くだったのも、あの、JR、うん、の。あれ、JR の駅の近くか。近かったかな。あ、そっちか。ごめんごめん、全然なんか勘違いしとったかもしれんや。いやー、つか俺も公園前行ったことないよ。噂では聞くしね。うん。そうだね。やっぱ JR 岡崎の西口からちょっと行ったところ。桂4丁目。柱か。ああ。セルナのあるところ。ああ、あっちか。だから岡崎の西、西部はね、割と行ってるんだよね。ああ、まあ確かに。うちらは行きやすいしな、西部の方が。距離的にもな。その頃、安城でちょっと働いてたから。あ、そうだね。安城やったら、まあ、西部の方やったら、むしろ下手に市街地に行くよりも。いや、山立の、うん。こってり鶏そばっていうのが、まあ、いわゆる、天下一品のこってりみたいなやつの、おー、はい。やつで、美味しかった。おすすめできる。珍しいね、こってり系でそんな気言うの。どっちかというとあっさりしたのが好きや、もう今もちらっと話題になったけど。ああ。でも、うちは、天一のこってり好きですよ。大岩亭好きだよ。うん。大岩亭かい、大岩亭も一回行ってみたいよな。行ったことない。うちも3、4回行ってるわ。あ、マジで？特徴？特徴。ああ。あれはね、年に1回ぐらい食べたい。おお、いいね、今度行こう。うん。大岩亭でも、新作が、ね、できたらしくて、あの特徴を超える、こってりとろけができたらしいそよ。うなんだ。さあ、ここ2年くらい、最近かな。あ、もうほんと最近、YouTube で発表しとって、新作、スープができましたって言って。うち、1年半ぐらい前に行ってるからね。いや、ほんと半年以内ぐらいの話やわ。まあ、特上でも1100いくらしたけどね。まあね、まあでも、行く価値はあるよ、やっぱ。行くたびにやっぱ年月立てたくなるし。大岩亭の店主さんすごいのは、YouTube 全部米編しとるでな。あ、そうなんだ。うん。ちゃんと見てるんだね。すごい。うちみたいなチャンネルやったらさ、米編全然楽やけどさ、めったにこうやからコメントあんだけね、認知度あって、わーってコメント入るところでやるのすごいなー。大岩亭の店主さんすごいのは、YouTube 全部米編しとるでな。あ、そうなんだ。ちゃんと見てるんだね。すごい。うちみたいなチャンネルやったらさ、米編全然楽やけどさ、あんだけね、認知度あって、わーってコメント入るところでやるのすごいなー。と行ったお店は、つけ麺さ一揆。ああ、一気。あとは、日本バレ日本バレってチェーン店か。かな。聞いたことある。聞いたことあるな。そんなもんか。あ、ここやな、ね、言っとったら間違えるところ。あ、そうそう、ここだ。あと、マルギー2号。ゼロ系。西岡崎の近く、パチ屋の横にあった。二郎系か。俺、二郎系食わねえよね。そうか、ちょっと食べるんだよね。まあ、ここ数年はね、もう、小サイズにしてるけどね。小サイズでも食べたいっていう。うちは、まあ、そもそも、まあ、いわゆる西側に入ってくるか、二郎系の店自体が少ないやん。四日市やと太道か。こういうね、肉肉しいやああ、つ肉が。肉しい。
正月前に一回国行ってきりか。ふと見てに。ああ。そうだ、もうリニューアルしたのね。なかなか、自動系は、まずシステムがつかめやし、あ、そうなの？おい、いまだに吠えになれや。そう、じゃあ一緒に行こうよ。ハマるよ。じゃあ本場の授業もやっぱ感動させて。行ったんや。あ、行ってるよ。見たやったっけ、あれ。どこやったっけ。ラーメンスロアも都内たくさんあるよ。横浜行ったら横浜関内店の二郎は、二郎の中でも結構評判のいいですね。めちゃめちゃ並ぶみたい。うちだからちゃんとした二郎系の店で行ったことあるんですよ。まあ、その太道と、あと、あそこだ、ラーメン荘。どこにある？名古屋にもあるはず。俺が行ったの京都の方の店だけど、ラーメン荘夢を語れっていう。ああ、聞いたことある。あそこだけが何も知らずに入って、忘れもせん、もう7年ぐらい前から、ラーメンを食べに行くっていう企画で、ごめん、名前言った。ピーで毒で。シーサーといたと思ったけど違うわ。ワイ君や。ワイ君と行った時や、上あさみやで、天一の。あそこ行こうとしたら、臨時休業しまとってっていう話したことない？初めて。臨時休業でしまとって、あちゃーってなって、そっから結局、京都まで走って本店の方を食べに行ってんけど、本店がまさかの定休日で、今もあるのかな、当時の定休日設定があって、定休日で、本店もやってなくて、天一の。で、仕方ないから、ブラブラブラーって走っとったら、ふわーって一乗寺っていうところにたどり着いて、そしたらなんか、めっちゃラーメンの香りしやんってなってきて、すごい、ほんとラーメンの香りがしてくんのよ、あのあたり。で、掘ってみたら、結構学生さん、京産大とかあのあたりが近いのかな？で、学生さんがわーっとおって、で、ラーメン屋さんがブワーって並んどるところがあって、あ、これやんっつって、その止めて、どの店にしようかなと思って見とったら、そのラーメン荘ってところがあって、で、パッと見たら、すごい並んどったんよ。あ、並んどるな、ここ、と思って、目つけとって。で、他のところもぐるーって見て回って、一周戻ってきたら、ちょうど行列が切れとったんよ。あ、あれ、さっきまで混んどったのに、あ、なくなっとると思って、この時点で暗くやったよな。そんな一気にポンって流れがなくなるところっていうので、まず判断しやなかったよ、本来は。だから、ああ、ちょうど進んどるよ。ああ、今やったら先頭で並んで、やから、あ、いいやんと思って、入って、で、メニュー見たらもう超シンプルよ。並盛り大盛り。チャーシュー麺の並盛り大盛り。他何がいんねんっていう感じの食券ポンって置いてあって、シンプルやなって思った。で、つれは並盛りにして、俺何もしなかったから大盛りにして。そしたら色のついたやつがさ、コロンと出てきてさ、あ、斬新やなーって思いながら。ふっと席に座ってね、それをポンって置いて。何したら、大盛りが赤色やったかな。赤のやつをポンって置いた瞬間に、なんか店内がちょっとざわついて、ざわざわってなって、うってなって。で、あれ、水がーと思ったら、全部セルフサービスで置いてあるわけやん。お、ちょっと待てと。このシステムもしかしてと思ったら、前に並んどった人たちのコールが始まって、サインマシマシ、ニンニクマシ、あー、しもさー、二郎系かーって。その何、二郎系自体が嫌って言うんじゃなくて、二郎系で俺は大盛りを頼んでしまったってことに、そこで気がついて。それはまずいっていう認識はなかったのに。二郎系は並でも多いやん。
で、ましてや、そのラーメン層って、その中でも多い方らしいな。あうん、だからラーメン層で並盛りを食べたら私は大食いですあの、うん、そこそこ食えますよって言えるくらい、うん、麺少なめにしませんでしたっていうレベルらしいね、うん、で大盛り頼んでしまって、うんうん、まあ対策として野菜はマシマシにしやんかった、うんうん、多分野菜マシマシにしたら死ぬと、うん、で、釣れは麺少なめにするのをあのできなくて、うん、いわゆるコールを失敗して、うん、コール失敗して普通の野菜増しで食べとって、で、うちはニンニクは増し増しにして、うん、で、行ったけど、当時の写真が残っとったら出しとくけど、半端なかった。でも、俺、あれも大盛りを食べきったのは、あれ食べきれたのがでかかったね。だって、周りの常連さんが写真撮らせてくださいって、写真撮ったもん。あ、そうなの初めて見たツイート。へぇ。うん、あのトンってあの丼とかもすり鉢みたいなんよ。うん。置かれた瞬間、やっちまったと思ったもんな。うん。山盛りの野菜。あ、だね、その、マシマシにはしなかったかな。マシにせんでもある程度山盛り。ただ美味しかった。だって食えた。うん。だからまあ、惜しむらくはスープ簡易はできなかったよ、さすがに。ただ結局、その波盛りの方の、友達が、結構とあのより先に俺の方が食べ終わって、で、結構きつそうやったからちょっと麺取って、うん、すごい、うん、まだ若かったもんだって20代やったもん、うん、ってことは違う30になる前やから10年ぐらい前か、うん、で、あまりに腹が膨れてしまったもんで、うんこのままやと運転できやんって言うんで、散歩して、散歩しとったらなぜかミクさんのいた車が止まっとって、ああもう一回バリッバリの、あのカスタムカーで、なんじゃこれって言なったっていう。ああだから、京都の街をブラブラ散歩したなっていうの。どれぐらいデータあるだろうな、うん。そうだ、一条寺一回行ってみたいんだけどね。うん、よかったよ、一条寺。あれって電車って、京阪電車が走ってたっけ？いや、あそこは、映画電車ってやったの。あ、そうか。うん。確か出町柳から伸びてるところだよね。そうそうそう。そう、うん、ちょっとやっぱね、うん、ちょっと距離あるもんね。うん。うん、うちも迷子になったからって言ったんだけやから。うん。本店がその閉まっとるっていう情報が京都市内入ったぐらいで分かって、それこそその相方が京都入ったあたりで、ところで、あそこ臨時休業やったけど、本店も臨時休業ってことないですよねって言い始めて、確かになと思って調べたら、でもさ、そもそも定休日っすよ。今日木曜日でしたよねって言われて、木曜日定休らしいですよ。計画やでなぁ。出町柳から伸びてるところだよね。そうそうそう。ちょっとやっぱね、ちょっと距離あるもんね。うん、若い頃みたいに、あの頃なんて20連勤やった後にそんなこととかやっとったよもんな、ね、ようやっとったよな。飯もよう食っとったし。やっぱ早いな、この時間やと。うん。1時間経たずに、庄内川か。これ庄内川やな。そうです。うん、多分。早い。あれ、この近くの名誉は。
もうちょっと経ってくると余計怖いからな。そうなんだよね。夜中はもう、トラックが。名古屋だけ、法律違うかな、道路交通法の。当時、トヨタ系の会社に勤めとって、夜勤帰りに、三重に帰るときに、夜中走ったけど、怖かったとか。よう走ったな。俺でもちょっと怖いもん、あの時間帯は。あとね、あの時、昔は、やっぱ今ほど、ね、煽り運転とか、ね、割とそんな、ニュースになるような時代じゃなかったから、普通に煽られとったからね。煽られるだろうね。そこの出せんからね。キッシーさん。今は違いますよ。今は違うけど、あの当時の、名古屋の道路交通法って最高速度として皆さん思っとるやつが最低速度やからね。50キロ制限のところより50キロで走っとったら、ガッチガチ詰められるもんね。自分でもさすがに65は出すよ。下手すね、本当100超えぐらいで、走る。平気でパンパン走ってくもんね、あの時間やと。本当に。名4は単純にトラックが多いし、あれやったけど、案外怖いの、東海道の方が、国一と名4の間のところ、あ、そうなんだ。6番場のあの辺り、中川区の辺りをすると抜けるときに使うんちゃうんや。名古屋競馬場の、ね、昔の、そう、前の東西の道だね。東西の道。あそこもよく使っとったんやけど、当時さ、蔦屋やったっけ、五平屋さんあったやん、名古屋競馬場の近くに。安くてお腹いっぱい食べれるっていうのなんだっけ。そう、一宮にもあっ名た。前忘れたけど、半田屋っちゃったっ半田屋け、か。半半田田屋。屋や。蔦じゃない、半田屋。あそこのご飯大盛りはロマンあったもんな。本当にあそこのご飯はご飯で増えたもんな。まず何も知らない人は、ラーメン大盛りがあれ裏メニューやったっけ？そうなんだ。メニュー表に書いてあったっけ？一応書いてあるか。なぜか、ミニ小中並やったっけ？ミニ小並中まであるんや。書いてあって、並盛中盛まであって。で、一応大盛りもありますよっていう感じだけど。あれ、並盛りで、確か100円ぐらいやったよな、当時。で、中盛りだと110円とかっていう感じで、大盛りだけ280円なんだけどな、確か。何や、大盛りだけ値段がバカ上がるけどってなるけど、それに、見合いすぎたご飯の量やと思うな、あれは。前、大盛りを初めて頼んだとき、まだ学生やったやん。まだ大学生頃で。聞かれるのよな、あそこ大盛り、ご飯大盛りって言うと。大盛り頼んだことあります？うちでと。知ってます？うちの大盛りって聞かれんの。大丈夫って。これって俺も、当時からさ、もうそこそこ食べるからさ、別にメニュー証明でもご飯を大盛りする人やったからさ、大盛りって言ったらさ、食べたことあります？初めてですよって言ったら、うちの大盛りってこれなんですかって出されてたのが、ラーメンの丼やったりな。もうそんな見せられたらさ、もう絶対行くやん。何それ？絶対もうそれで。若いな。いや、今でもご飯やったら全然いける。やっぱライスの力って偉大よ、褒めって。あんまり白米って食べられるの、そのおかずがあれば。なくてもね。全然いける。うまいお米やったらおかずなしでも全然いけちゃうし。うちラブライブにハマってた頃、太陽次が好きな白米ってね、先輩だったじゃん。そうなんや。ラブライブ分かんないか。妹はめちゃくちゃ詳しいけど、俺は全然分からない。
あ、そういう子がおったんや。で、その時に、白米めっちゃハマったけど、ね、うちは。白米めちゃくちゃ食べてた。おぉ。まあ、そんな時期がありました。うん、でも、基本的にやっぱ、白米よっかいチャーハンかな。あの、味付いてる方がいいね。じゃあ、ちょっとお伺いしたいことがありまして、天一行くって言っとったやん。天一のこってりにつけるのは、チャーハン派、それとも白米派？白米だね。白米だよね。それは白米だわ。あれ分かれるよね。うん。うん。あれだって、店長と小一時間談義したことあるもん。うん。で、至った結論としては、うん、いや夜中の2時ぐらいやったから暇やったんやけど、店長と話しとって、うちは、うちの感覚だ、こってりって、もう完成されとるやん、こってりか、はい、うん。で、それを中和させるじゃないけど、ご飯で、そのこってり、完成されたこってりを、補う。いわゆるカルボナーラのスープって呼んどったから俺、うん、あれはラーメンのスープじゃなくてカルボナーラのソースとか、うんうん、そういう感覚やから、うん、ソースをかけてご飯を食べるとかそういうような、うんうん、まあ、そのこってりした口を口休みじゃないけど、うん、にするのに使うのがご飯であって、はい、そこで行くとチャーハンって、もうそこが油をまとっとるから、中和させる要素が薄くなっちゃうだよ、はい、うん。だからうちは白米やと思ってん。うん、その通りやと思います。うん、絶対口の中、リセットせん。白米で。で、これが、いやいや、チャーハンですよっていう人は分かった。あ、おるんだ、その人も。いる、やっぱしいる、うん。で、そういう人たちは違う。こってりが、まだステップだよ。天一のこってりはステップであり、そこにさらにそのこってっとしたチャーハンを頼むことによって、究極の口の中のこってりングが生まれると。こってりング、こってりングって俺が作ったかそこやけど、はい、うん、前回一品でこってりラーメンを食べることをこってりングって呼んでたから俺は、うん、で、つまりそのあそこの状態がマックスじゃないんだよ。そこからさらにチャーハンを食べることによって、こってりのマックスが口の中に生まれる、これこそ究極の至高のこってりであるっていう発想らしい。だから好きなトッピングも違うのよ。だからそういったチャーハンでいきたいっていう人は、トッピング納豆とか好きにいけるね。あれ、こってりラーメンに納豆を入れると、めちゃくちゃ、こってり感増すね。重たくなんねん。で、うちは重たなりすぎて、それはさすがにきついって言って、だから白米を着たがる人は、キムチのトッピングが合うね。キムチって結局辛さとかが入ったりし、白菜のシャキシャキ感があるから、それで、いわゆる中和作用が生まれるし、ご飯との相性もいいしって言って、だからうちは一番好きなトッピングはキムチだよ。だから、それは分かれるなと思った。そうだね。どっちもありだね。だから、あんまチャーシュー麺かい、うん、あそこに行くと。うん、し、逆に、だから、そのチャーハンに行くっていう人たちは、あのこってりはバラ肉にしてほしいなって、チャーシューを言ったりする。うん、はい、でも、うちは、多分あれ、こってりにバラ肉やと思う。コテコテすぎてきついやろなと思う。なるほどなと思ったな、そこは。そういう風な感じで、同じこってり好きでも、これだけ意見が分かれるっていう、この奥の深さに余計またこってりが大好きになってしまって、あ、うん、奥が深いと。こってりの道は深いなって。天一行くって言っとったやん。天一のこってりにつけるのは、チャーハン派、それとも白米派？白米だね。白米だよね。それは白米だわ。あれ分かれるよね。うん。うん。全然今、天一食いに行けてないけどね。うん。絶妙に間に合わんのよ。
いなべ2時に終わったりするから、車体の時間やん。うん、もうかかったけど。2時とか、やっとこっちに戻ってくるとか、あそこ3時までやっとってくれるのはありがたいけど、3時だと間に合わんのよ。4回転かうん。そう、間に合わんから、なかなか食いに行けんくてな。まあ、駐車場もないしね。そう、ないんだあれが最大のネックだね。よね。うん。え、あんなとこにマックあったっけ？他の、あ、あるよ。昔からあるよ、あるここ。か。うん。難しいな、ここも。久々だ。久しぶりにこっちから走ったな、確かに。言うて、うちも結構、伊勢湾岸で抜けることが多いからな。ああ、そっか。伊勢湾岸高いからもう、全然使ってない。こあっちにね、西三河に住んでた時も絶対、基本的に使わなかったもんな。高すぎる。名工トリトンの部分が。高いね。高いき、うちがその、やっぱ、あっちの方に応援とった時っていうと、豊明、大体その拠点として、まずポンと行くのが、岡崎に直接行くこともあったんやけど、まあまあ、ちょいちょいやったけど、豊明が一つ拠点になっとって、で、もう一つ、ちょいちょい行っとったのが、東海やったんや。東海市。そうすると、伊勢湾岸使うかどうかで全然時間変わってくれ、しかも昼寝と。運転の際や、これは多分混むし。だもんで結構使うことが多かったね。豊明は特に豊明に行ったからすぐやったからな。前後の方じゃなくて、豊明駅の近くやったからさ。国道1号線沿いのことや。懐かしいな。ここのドンキに入ってたラーメン屋ってことあるかな？俺、ここ入ったことないからわからんわ。なんでもなってそうな感じ。俺もそうやな。ドンキの中にあるラーメン屋さんって結構どこも潰れてってるイメージがある。イメージあるね。普通のスクレバスにあるドンキの家系ラーメンはまだあるの。桜橋？昔、ケース電気だったのは、昔のサビ。ああ、そっか。びっくりドンキが近くにある。あそこのドンキも行かんなあ。そうだね。ああ。びっくりドンキーには行くし、結局、あ、ベーシックか、コスモス。あそこの、中にある、やたらボスに行っとった。ちょうどさ、抜け道にあっちの方に入って、で、高千穂ってやん。高千穂とかさ、松坂の方にさ、応援に行くときにさ、あそこで寄って、ボス買って、食べながら、近鉄道路、ちょろ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 って、やっていくと、ちょうどいい具合でつくんさ。で、まだイオンのサンバレーの、綺麗になったところ、そこがなかったな。でも、近鉄道路もからっと改修になったんやもんな。謎の橋。最初知らんかったもんな。なんでああいうふうになってたのか。知っとる？あれ。理由。何か近鉄道路の橋？あんま知らないけど。あれ結構単純な話で、昔、鉄道橋やったよ。その話なんですか。だから、拡張できずにね、狭いところだったよね。あれ、なんか TGU で事故。ああ、走り。いや、ダメよ、地流通らなきゃいけんよ。れ、でも、この後さ、その豊明から1号線に入らない？1号線に入るね。これ、でしょ？そうだね。関係ないよ。あ、ちょっと西を行っちゃうもんね。そうだね。ましてや、行こうとしてるのが、伊田の方やから。1号線より来たの。来た。
あ、じゃあ、西尾行っちゃうもんね。そうだね。ましてや、行こうとしてるのが、飛騨の方やから。越後線より来たよ。来た。いや、でもびっくりした。この前さ、天理行った時のやつ、編集始めたんやけどさ、亀山に着くまでね、4回分撮れたもんな。動画4本分撮れた。びっくりした。やっぱ広いね、乗ってる時よりも、トーク量が多いから、撮れなくはあるな、つって。あれ、普通のところやったら全然余裕で一本にもならんのやろうけど、気は怖いね。喋っとったらとりあえず使うもんな。でも編集が大変じゃない？編集大変でしょ？逆にさ、カットするところが少なければその分編集は楽になるのよ。がっつり落とすと、だからそういう編集する人はすごいなと思うのは、がっつり落とすと、そうすると、普通にやっとると、前後の話がつながなかったりしてくるわけさ。がちょっと15分とか切ったりすると。誰、そこを補う方法は2つあって、1つは、トークの段階で、もうテーマごとに話をして、ポンと止めて、次のテーマにバーッと話をして、ポンと止める。傾きをしといたら、まるっと使いやすくなったら、そこのところだけカットしても、次の話で、つながっていくっていうなんかできないけど、もう一つはやっぱ編集だよね。編集でうまくそこら辺が分かりやすいようにする。上手い人なんかさ、こうなんか数秒間の沈黙とかさ、あーとかえーとか、もうそのレベルで切り取れちゃう。まあ、そうそうあれそすごいよね。う。やっぱしね、A は、切り取りしてあるかしてないかで、めちゃくちゃ聞きやすく聞きやすさは変わるね。で、うちの動画も、気づいとる人は気づいとるかな、どうかな、わからんけど、序盤の A は頑張って切っとる。っていうのは、やっぱ喋りだし、特にうちの場合、一人で撮っとるやん。一人で撮っとると、いわゆる、入りって呼ばれる部分があるけど、いわゆる動画の最初に始めるときに企画説明みたいなやつとかあるやん。まあ今日で言ったら、今日はワンプキャリ行こうと思うんですけど、みたいな。ね、お腹も空いてきましたし、そろそろご飯が食べたいな、でも夜食でやってるところならなかなかない。あ、そうだ。ワンプキャリがある、みたいな感じのさ、はい、言われたりするやん。よくあるやん、そうなんだよ。テンプレ。そうそう。でも、ここのところってめっちゃ A が出やすいよ。出やすいやん。ただ、ここで A 連発しとると、本当に、維持率低いという。だもんで、最初の導入5分、2、3分のところの A だけは、めっちゃ細かく切ってる。ほんと0.5秒単位で、ピチ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 ってカットして。もう自分でも嫌ならね、嫌だよね。こんなに言うとたんだみたいな。本当、その時だけは、波形の大きさを一番マックス、1秒が数センチぐらいの大きさになるぐらいまで拡大して、で、波形のところを合わせてピチッて切っていく。その代わり後半は、やっぱ、エンジンかかってくると、ね、喋りがだいぶ回ってくると、ええの数も減るし、ある程度のところまで行ったら、そんなに気にならなくなってくるもんね。かなと思っとるんで、後半はそこまで、細かく切ることないし、あと、うちのところは多少間を持たせるっていう方式を取っとるから、二つ、そのメリットがあるもんで、あんまり普通の人はやらんけどね、もうカットしてカットして、詰めて、中身入れた方が絶対いい動画になるっていう理論やから、主流はね。で、うちの場合は何やるかっていうと、間をちょっと、間のできたところで白テロップ入れて、解説とかを入れとくんや。そうすればカットする手も省けるし、トレーダーが増えるや。その分回数が増えるや。マイク考えるね。で、多分、普通の人の、
やり方だと、それだときついのが、いわゆる今の流行りが、あのコムドット光るスタイルなんよ。この手の投稿する場合に。何かっていうと、もう1時間近くの動画にする。うん。で、トークのところでってやって、それをギュギュッと詰めて、1時間ずっとトークしてるところをギュッと見せるとか。うん。1時間超えっていうのが一つね、結構、キングになったりするよ。1時間超えなくても40分、50分の動画を作る。うん。この手のことで、テロップを入れて。ってやったときに、うちの編集の仕方で、そのやつをやると、多分もう3時間とかになっちゃうよ。うん、あまりに長すぎるという動画になっちゃうから、だから詰めて詰めて詰めて、1時間にするっていう。カットカットカットして、ギュッと詰めて1時間までよ。だから素材は多分3、4時間あるよ。をギュッと詰めて、しとるから、うちみたいなやり方やと、うん、あまり長くなっていすぎるし、ただ1時間ぐらいにしとくと、再生率上がるって言われてるのよ。いわゆる検索結果に引っかかりやすくなるって言われてるの。長い動画の方が、うん、長い動画の方のがおすすめに上がってきやすいよっていう、いうデータがあるらしくて。なので、特にそれでコムドットが40分、50分の動画を毎日ずっとフルテロップの動画を編集して出し続けるっていうので、成功したもんで、うん。比較的そういった動画の中でが主流になるんですね。うん。でも同じく長めの動画を出すっていうと、ヒカルさんのところ、うん。もう毎日1時間ぐらいの動画とか出したりするから、うん。ヒカルさんの場合は、回してる量が、コムロットより少ないんちゃうかなと思う。だから、ヒカルさん、その分ずっとトークし続けれるし、うん、で、これは人がいるなっていう時には、ネクステメンバーか、他のメンバーを入れて、常にトークが回るような感じを作る。うん、ラファさんとやってる時なんで、もろやった。ラファエルさん。わかんない。わかんないけども。うん、多分黙っとる時間ないじゃん、あの二人で撮っとったと思うくらい、うん、これ、ね、戦略で言うとラファエルさんのところが近いのかもしれん。やってる内容は全く別やけどね、うん、企画も向こうは結構過激な企画もやるし、うん、いうところであれやけど、うん、基本的にラファエルさんのところはね、ほぼほぼ本人公言しとるけど、うん、30分の動画を作るのに、うん、1時間も2時間も喋っとったら、撮れたか悪いって言って、うん、大阪の人やから、ヒカルさんも姫路の人やろ、うん、西の人や。西の人って撮れたか結構気にする傾向あるやん。テレビ番組もそうや。東京の人って30分の番組作るのに、2時間とか3時間とか収録とかするんや。うん、やけど、ダウンタウンさんの番組とかやったら、うん、1時間の動画、ダウンタウンデラックスとか、うん、ほぼほぼ60分らしいで、収録時間が。喋、うん、った分使わないもったいないやろ、みたいな、うん、あれやから、うん。で、行くと、ラファさんのは、うん。もう、収録もね、もう、今日の分、ね、2日分撮るって、とかってなったら多分、もう、はい。しゃべって、うん、あいつ買っとけよって感じで、うん、あと遊ぶみたいな、うん、比較的だから、これなんか重視なところがある。で、うちも言うなれば、そういう方式なんよ、うん。で、うちの場合は結局、その、なんていうの、まあ、楽したいっていうのもあるよ。もちろん楽したいっていうのもあるんやけど、結構単純な要因で、そうでないと毎日投稿無理、うん、毎日投稿するにあたって諦めたのが、とにかく長時間動画のその波に乗ろうっていうのと、フルテロップ、はい、これやっとったら週1投稿も無理、うん、なもんでじゃあどうしようかなと思ったら、でも投稿は使わないのもったいないやんっていうところがあるで、トークするだけトークして、うん、でそれを10分くらいにで
ぶった切って、だから項目ごとに10項目ぐらいで10分ごとにぶっと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 切って、1時間の動画にするんやったら、それを10分かける6で収録投稿、週6日投稿、6本投稿してしまえば、毎日投稿になるよねっていう。まあ、それ合理的ではないですね。兼業でやって、フルタイムで働きながら、動画の収録をして、編集してっていうので、毎日投稿を続けるって言ったら、この方式しかないなっていう。ところで、この今のスタンスになったので、本当はもうちょっと部屋取りとかは増やしたいんやけどね。逆にこの方式、効率が良すぎて、この前の名鉄ターミナル、名鉄の、いわゆるターミナル駅って言っても、いわゆる、まあ、名古屋駅にも行ってきたけど、ああいうでかい駅じゃなくて、端っこの方の駅、ターミナル、本来のターミナル、英語の方のターミナルやな。だから、路線図の一番端っこの駅を全て行くっていう規則やとって、動画になって、全40回。40本取りだもんね。あれなんてでも、多い方じゃないもんな。一番多いのは何だろう、トレーダーが。多分ね、水間鉄道行ってとか一番やばい。あったね。あれなんでかっていうと、名鉄のやつも、近鉄のやつも、全部電車移動や。やつだけハイブリッドでやってんのよ。あのやつは。貝塚まで、あ、岸和田までか、岸和田まで車で行って、岸和田から電車で貝塚に入って、取って、で、そっからホテルで一泊してっていうところの移動は車で行って、で、二日目の朝、取りに行くまでのところを車で取ってってやると、やっぱね、圧倒的に車の方のが効率はいい。だって、運転しながらでも、まあ、喋ることができるやん。まあ、疲れてくると後半誰とって全然喋ってねえって、だいたい最後の2時間ぐらいは10分ぐらいまとめてるぐらいしか喋ってないんやけど。で、さすがにほぼほぼ向こうのやつ流しとくんなと思って、それはもう、お蔵入りっていうサブのところで、で、たまに2時間のクソ長いクソ動画上げとるけど。本当はもうちょっと部屋取りとかは増やしたいんやけどね。逆にこの方式効率が良すぎて、この前の名鉄ターミナル、動画になって、全40回。40本取りだもんね。なんかこの間、あげたやつで、なんかネカフェで、ひたすらおっさんが寝てる、いつらを0.1倍速で、あれ見た見たの？よ。ダメじゃん。あれ見たよ。なんか見ちゃった。あれダメじゃん、見たら。ダメって、予告動画まで作ったのにさ。なんかちゃんとテロップでも見ないでくださいって書いてあるけど見たでも。で、いつ起きるかなってちょっとシークバーズ。起きる瞬間を見たよ。シークバー移住とどうも、再生回数がちょっとたまに変動するっぽいな。そうなの。シークバーでポンって飛んだ時に新しく再生が入ったみたいにカウントしちゃう時があるみたいで。ネカフェの何？あれは、いつの時の皆さん？あれはいつ撮ったんだっけな。ネカフェのやつは、あ、そうだ。あれは、あの時、やっと見た帰りだ。に、ほい、正月。今年の正月。今年のそう、正月に、シアさんと会っとって、で、シアさんに会って、渡すもんがあったんや。正月に渡すもんがあったもんで、それ持ってこうって言っとったのに、元旦にそれ持ってくるの忘れとって。で、さすがにそれ、こっちの完全に店やったもんで、お店やったから、ああ、ごめんって言って、次、明日持ってくるわって言って、二日にもう一回、シアさん家に行って、渡してきて、はいよって渡してきて、で、その帰りに、雇み駅だけ寄ってきて、動画の収録で、最愛に、その名鉄のやつで、最後、雇みだけ寄れやんかったわけ。事情あって。東名古屋港駅の夜に着いたのがもう夜の8時とかやったかな。やばかったよ、夜の東名古屋港名古駅。屋攻撃知らんな、なんかあるとこだよね、なんかあるとこ。なんかポートボネットの、なんかそんな花公園だっけか。
公園だっていうものはない。工場だ。ああ。完全工場の中やからね、本当に。あれね、公衆輸送とかされる車両が行くっていうのは有名なとこだな。そう、ちゃんと旅客扱いしてんだね。わかんないんだけど。やってるけど、ただ、終電が夕方5時とか。ああ。そんな世界やから、当然もうそんな時間に走ってるわけでもなく、だから大井駅から歩いてさ、行って帰ってきてとかやってて、そしたらやっぱ雇いで途中で降りねえと。で、しかもその時に、桑田のチョコ割り切符、聞いたやつの、はいはい、名古屋の。往復の、あれを買ったと思うんで、余計降りねえと、雇いで。あ、しまったなんて。しかも JR 側やん。JR の方で行っとったらな、パッと降りて、構内やからな、パッと見てとかっていうのもできたけど。だって、雇いだけは、まあ、前に行っとったもんで、別の企画で、一宮から、雇い経由で、四日市に帰ってくるっていうルートをやったことだと思うんで、その時に雇い経由移しとるから、割愛しとってんやけど、さすがにな、全部の端っこの駅行きますよって言っとって、なんもなしかなと思っとったら、それがあったもんで、あ、じゃあ、まあ、ほえで、まあ、ちょうど通り道になるやん。位置的に。どことは言えんであれやけど、だもんで、ちょうどいいところやから、狭谷駅まで行って、狭谷から電車に乗って、雇いまで行ってって、いうのをやって。で、その帰り道。の模様です。いもう自宅に帰らんと、対馬の海岸だっけ？や、あれ、ではないんだ。川越。あ、川越の川海越の岸。海岸、までは行ってる。わざわざそこで一夜明かしたの？いや、一夜明かしてないよ。あ、そうなんだ。本当に、だから、疲うん。れたもんで、ちょっと休憩取ってて、休憩とか、まあ、仮眠やね。そんなことをやってましたよ。あれは、企画的には、再生数ゼロを目指すっていうので。ただ、再生数ゼロを目指す動画って言って、まあ、ね、その、何、って言って、いわゆる世界に一つだけの花みたいにナンバーワンじゃなくてもいいって言いながらナンバーワンを狙うっていう狡猾な動画ではなくて、逆に、今のうちでしか本当のゼロって狙えないんちゃうかなと思って、本当にガチでゼロを狙いに行くための動画を作ってみて。あれやったんやけど、なぜか普段の動画の倍再生入ってんねん。どういうこっちゃーって、やっぱ長い動画の方がええかなと思いながらな。本当に通信費の無駄だよね。まあ、こっちもこっちで元データがすっげえでっきりしさ。誰も得しなかったやんの動画。ゼロ目指しとったら全然再生入っちゃったからな。いや、だったらもうあれ、ツイッターに投稿しちゃダメじゃん。ツイッターにあれ、あげちゃダメじゃん。あれ、あげなかったっけ？そっか、ツイッターは RSS で自動で飛ぶんだわ。あ、そうなんだ。投稿したらもう自動に上がっちゃうんだ。ああ、そうだ、誰上がっちゃったんだわ。だからツイッターの方に。踏んで座って。なんでそれに限って踏むんだよ。それに限って踏んだの。おー。では、検証結果の方へ失敗。まあ、次の生放送に多分言うと思うけど、検証失敗と。でもさ、タイトルで、確かね、やっぱ、ツイッターの上がったね、タイトルでもなんか、なんだこの動画っていう方がやっぱ、押したくなるんだよね。でもその場合だ。要は、検索に引っかからないように、もうわけのわからん記号にしといて。そうだ、変な記号だらけの、あんな雰囲気よくなるやん。なるまたくなるか。これからもう全部記号にしようかな。そうだ。もう、マイリトルラバーのアリスみたいな感じでさ。知らんか。わかんないよ。マイリトルラバーって知らん？代表の曲わかるよ。あれ結構、アリスって代表曲やと思うけどな。あれ、デスティニーとか有名か。かな。あなたを感じただらーって思いがもっと。マイリトルラバーで思い出すのがあれだな。何？なんか、その手伸ばして。ああ、そうか、そうだな。
あれしかわかんないけど。あ、そっか。まあ、うん、他の曲も聞いたらね、わかるんだろうけど。マイラバはね、俺アルバム買ってたからね。実はマイラバ好きなんよ。当時ね、マイラバがトイズファクトリーやったよ。で、あのね、トイズファクトリーのアルバムって、普通のアルバムケースよりちょっとでかいよね。うん。うん、なもんで、CD コーナーに行くと、ミスチルとマイラバだけ、ピュンってちょっと飛び出て見えるんよ。ミスチルもトイズファクトリーで。うん。なもんで、ミスチルとマイリトルラバーのアルバムは、自分の CD のとこに並べといても、ピュンって、だから目立つんよ。だで、ついついピュッと手に取って、かけて聞くっていう。マイラバーは聞いたね。マイラバのアリス。うん。何がマイラバのアリスって話になったんだっけ。ああ、記号記号。マイラバのアリスの2番のサビのところが、あ、にあるんよ、そういう。ああ。で、なんか、歌詞サイトみたいなところで見たら分かると思うけど、あんな感じでわけの分からん記号がパッて入るっていう。まあ、もしこの中に、視聴者様の中に、マイドラマ知ってる人がおったら、あーってなった。学生時代、どのあたり聞いとった？学生時代は一緒じゃないからね、ここは。割と普通に J-POP は聴いてたと思う。2000年頃までの。まあ、うちらの頃って、言うてやっぱ結局、共通で聴く音楽ってのがあったもんね、まだギリギリ。あれ結局やっぱ、坪井のりおさんが言っとったのになるほどなと思ったけど、いわゆるイヤホンで聴くようになって、iPod とかが普及してきて、それぞれがそれぞれの音楽を楽しめるようになってから、みんなが聴く音楽っていうのはなくなったよね。ああ、そうだね。で、昔はスピーカーやったやん。ああ、スピーカーの時って、嫌がおうでも耳に入ってくるやん。ああ、だから、なんかわからんけど、テレビとか聞いとったらね、子供が見とったりして、なんか流れとるなって言って、なんやかんや、音楽、なんかちらっと聞いたことあるなとかっていうのが生まれるんやけど、あれが、まず、ウォークマンが生まれたことによって、イヤホンになってて。そうだ、一人一人の気持ちだよね。そうすると、その人が聴いてる音楽っていうのは一切聞こえてこないんや。っていうところから、さらに iPod とかでもうそれぞれの好きな人のジャンルに特化していくようになって。だから、その業界では有名な音楽っていうのが、他のところに行くと全くわからなかったりするやん。うちらでも声優さんの音楽とかさ、うちらは声優さんの音楽、まあ、でも俺はあんま聞かなくなってるからね。まあ、ある程度は分かるけど。確かにでもね、欅坂46の曲。もう全然分からないよ。曲も分かんないよね。俺も全然分からん。誰も同じ聞こえるし。やべえな、今のところカットしといた方がいいと思う。どう思う？普通に結構具体的な名前言っちゃったし。そのチラッと SKE とかも、SKE ぐらいまでやったら、乃木坂とかまでやったら、カラオケ屋さんにいたから、多少ちょっと聞こえては来てたのよ。で、チラッと聞いとって思ったのは、基本的に、いわゆる、アニソンとかの方と真逆だよね。ザ・万人受けないよね。そうなの？だからね、なんていうんだろう、曲を聴いとって思うのは、もうココイチのカレーなんよ。はい。うん。いや、ココイチのカレーを悪く言いたいわけじゃないよ、これ。ちょっと誤解がないように言うとくと。ココイチのカレーなんよ。だから、誰が食べてもまずくはないよねっていう感じに作ってあるんよ。その上で、トッピングとかでちょっと遊んどる感じだよ。それで、こんなすごいカレーですよって感じで売ってる感じ。でも、実際のところ食べてみると、まあ、普通のカレーやな。で、ってなるけど、食べたときに、うわ、まずっとはならんように、無駄に作っとる。その代わり、例えば、歌詞のワンフレーズのところとかで、
スパイス的なものを入れて、それに移した時代よ。で、あとはその入れるスパイスをちょっと変えてます、言葉、字量を変えてますっていう感じやから。で、あとはまあ戦略としては、だから本当に無味無臭な感じ。改めて歌詞を改めて見直してみると、何のことも言ってないとか。なんとなく淡く主観が男性主観になっとって、なんとなく青春っぽい感じかなっていう感じなんやけど、具体的に何か突っ込んだような発言は一切してない感じなんよ。無味無臭だよ。いや、ある意味これすごいよ。何かしら味付けがついちゃうから、普通。それが、いわゆる、秋元さん作る曲の特徴ではあって、多分、おにゃんこからそうだわ。だって、セーラー服を脱がさないでって、セーラー服を脱がさないでってね。って言うと、なんか、それっぽい感じに聞こえるけど、それだけやん。本当にそれだけやん っていう。だって、一回、何の曲だったっけな？ SKE の曲で、僕、だいぶ昔の曲なんやけど、僕らのユリーカっていう曲があったんよ。あれなんて、もう本当、歌詞無味無臭のゴンゲだったもんな。僕らのユリーカ、何やろ、歌詞の部分、サビの部分だけしか覚えてないけど、僕らのユリーカ発見したんだ。ずっと隠していたのに、初めての感情やったっけ。で、夏の太陽に目をそらした時か、君のことを綺麗だと思ったっていう曲ね。よくよく書いてある。まず、ユリイカっていう言葉を使うことによって、スパイスになってるわけよ。ドーンってね。僕らのユリイカって何やってなるやん。やけど、普通の人はそれで終わってくやん。ユリイカって何か知っとる。やろ？そうなんですよ。ユリイカってあれ、ことはあるけど、いざ言われてみるとあんまりよくわからない言葉や。ユリーカって英語にするところラテン語なんやけど、あ、ギリシャ語やったからラテン語なんやけど、ラテン系の言葉なんやけど、I found it なんか。だから僕らの I found it 発見したんだって。だから日本語に全部してみると、僕らを発見したんだ、発見したんだ、ね、どうだい？全く無味無臭なの意味がないだろ？で、発見した、何を発見したのかって、が初めての感情やろ？はあ、何かって言ったら、夏の太陽に目を背けた時に、君のことを綺麗だと思ったんだから。どうだい？何か進展してるわけでもない。なんなら俺ふと思ったもんね。目を背けないと可愛いと思えない子って、それ可愛くないんじゃねって。まあ、ロジックで言うとそういう感じさ。有名なとこだったら AKB やったらフライングゲットとかになったのか。もう、まあね、フライングゲットっていう言葉で、ね、フラゲっていうので、ポンと、目立つ歌詞で、あとは何を言ってるかっていうと、なんか心を捕まえるぞ、みたいな感じで、ふわっとした感じで。特にそっから先、具体的に突っ込みはないよ。だから、アニソンでもうちらとか、オーディなんか、どっちかというとゲームソングとかが好きな方や。で、ゲームソングって逆で、もう絶対賛否両論分かれるだろうけど、ガツンとした味付けの曲の方のが好まれるんよ。コトコさんの曲とかさ。どっちかに両極端に振るやん、コトコさん。ずっと電波の曲に振る時もあるし。バルドシリーズとかあっちの方になったらね、あっちの方に来るし。メッセージ性をすっげえ強く持ってるっていう傾向がある曲が、を好む中で言うと真逆だよね。だから、アニソンでもうちらとか、オーディなんか、どっちかというとゲームソングとかが好きな方や。で、ゲームソングって逆で、
もう絶対賛否両論分かれるだろうけど、ガツンとした味付けの曲の方のが好まれるんよ。琴子さんの曲とかさ。どっちかに両極端に振るやん、琴子さん。ずっと曲に振るときもあるし、バルのシリーズのあっちの方になったらね、あっちの方に振るし。メッセージ性をすっげえ強く持たせるっていう傾向がある曲が、を好む中で言うと真逆なんだよね。今はどうなってんだろうね。でも今ってやっぱりアニソンってもう一般曲と境目なくなってない？なくなってきたよね、本当に。逆に言うと、新しいアニソンシンガーっていうのはもう生まれてこないかもしれないね。そうだね。ある意味、リサーチ最後なのかなって。いるけどね、曲いくつか出してる佐々木さやかさんとか、明島かのんさんがあんま売れなかった。ここ使いやんけど。もうちょっと売れるかなと思ったけどな、なんかちょっと、方向性がちょっと分かりにくかったっていうのがあるな。リサさんとかね、青いエイルさんとか、あの辺だよね、なんか代表格みたいな。そうだね。その次は出ないね、やっぱり。まあ、リサうちは、そんと言ったからね。だって、ホムラの PV は、2億再生超えとんやろ？で、プラス、ファーストテイクの方のやつ。あっちはあっちで、確か億とか言っとるやろ？いや、すげえよ。あんなに、いや、絶対来るぞとは思ってたけどさ、すごいよね。ガルデモのライブ、波ああ。あ、としては、行ったんや、ガルデモ。行ってる、一回行ってる。ああ、いいな。もう最古参やぞってね、ドヤ顔できるね。ガルデモの頃の伊佐さんってもうね、相当レアだよね。レアだけど、去年か、10周年ライブ？歌ったらしいね。そう、千葉の千葉高の宝野物。いいことや。ありがたい。だねー。あれ、名曲だからな。し、まあ、リサチは思い出のある曲はいろいろとあるけど、だから最初に聞いたのがあれか、埋葬の YOURBEATS になるのか。あれ3話のオープニングってどんどん使ったのが最初に出たよね、確か。そうだね。で、リアタイで見とったから、あれは。隣におった人が岩沢さんを推しやったから、見る気を完全になくしとったけど、おお、じゃあまた、3話が岩沢3回か。だったかな。だね、3話が岩沢3回で、4話のオープニングや。で、ユンヤンが出てきて、で、歌い出すって言って、インパクトはすごかったもんな。で、4話の中でサウザンドエネビーってか。難しいなぁ。あれは本当にインパクトあったもんなぁ。最初名前聞いたときはまたこのパターンかと思ったけどな。どういうこと？ダーマイパターンってあるやん。リアさんから始まって、リアさんが鳥の歌やろ？で、次が、ユーフォニアスのリアさんやろ。クラナの方。そういうことリね。アさんや。で、リトルマスが、リタさんや。確かに当時すごい怖がらなかったわ。リトマス、リタさんで来た。リタさんに行くんやって。リタさんはもうその前からね、もう名前出とったからね、PC ゲーム業界では。リタさんや、ってなって。で、さあ、ガルテムどうなるんやと思ったら、リサさんやろ。リサちゃんやろ。またこのパターンかって。偶然なんだろうね。偶然なんやろうけどね。あれもう矢作か、これ。今の、これ今の中尾？あれ、そうだね。営業してねえの、こんな時間。中尾。
あ、じゃあ、そこや、なんか、やはり、ちょ。ここまで来たらだよ。この中売りはお世話になったな。そこやったからさ、店が、駅前や、な、矢作橋の駅前やったから。夜この時間って言ったら、もう空いてるところこことかさ。まあ、街角辺にここと多かったけどな、そのまま帰り際、豊焼の方向かってく途中で言って。そうすると街角屋が空いてるや、こっち側やし、そうすると帰り。だから逆にこの時間からやと、岡崎の市内の方までは行かんかったんやな。大体トラブっとったのが矢作の店やったし、稲子の店はそんなにトラブってなかったから。さあ、岡崎ですよ。いや、うちのところも YouTube 伸ばしてかんとな。いよいよ、ね、仕事がね、どうなるか分からないって言うもんな。やっぱ俺会社プラシアなの？俺が行くと、行く先々全部ためになるじゃん、業界が。ああ、そうだね。なんなんだろうね、本当にね。ひどかったので言うと、郵便局か。俺、郵便局入ったあの年に5000億円の赤字やったからな。あの、伝説の5500億円やったっけ。500億がはすがに思えてくるもんな。東芝のね、報道で大赤字で、すっかりなんか影に隠れがちやったけど、24倍、これやな。そうね。まあでもその手の話題で言ったらさ、やっぱゲームショップ、某ゲームショップでさ、でも、ニュースにもあそこがまだ倒産してないってのが、でも一回計画倒産しとんのかな、確か。やけど。なった。いや、この間ね、いやポケモンカードの事件で。ー。ねえ。あれ、捕まったお縄かかったのは、ポケカの方ではなくて、あっちでかけたらしいけどね。ゲームギア。あ、メガドライブか。メガドライブの偽造品。ええ。あれ、内容聞いて、なるほどなと思ったけど、ロックマンのメガドライブの版を取ったらしい。ロックマンってメガドライブで正式販売されてないね。そうだよね。任天堂しか出してないもんね。それやりすぎる。あそこいろいろとあるところだから、ね、だったからね。このところ、ここもやってんだ、夜。あ、いや、もう閉まってるか。あ、いや、深夜1時までなんだ。だからギリギリ今ラストオーダーのところなんだね。それで発注来た。待っちゃうな。調べたらファンタジアのゲーム屋さんのすぐ近くだね。そう、このファンタジアが元ループ岡田になったから。あ、そうですね。ループも独特のシステムやと思うやっな、ぱね、話題の。あれも、早すぎたね。今ならああいうのをね、その電子決済とかでできそうだけど。何回か行ったことあるけど、まあ、そもそもうちが軽動やないやん。最後にちゃんとやったのマジアカぐらいやで。そっか。マジやかね。こいつもようやっとったわ。ね。言うとるちり、はずやけど。ジェリーはずやけど。
待って、あんまりお腹が空いてませんね。なんと、まあ、とりあえず様子見ようが、まあ、5時までやっとるから、まあ、まあ、ゆでなど出来上がっとる。普通のタン食べれると思うけど、でも普通のもういいか。あ、ここ、もつじろう。あ、そうだ、忘れたね。いや、あと、基本的に、そこは、普通のやつ売ってるけど、普通のやつじゃダメらしいから、基本的に特製ラーメン。あ、ここや。うわ！わあ、すごえ？い。うわあ、なんだこれ。気のせいかな？今はなんかすっげえ人だかりが見えたけど。いました。間違いなく。今夜中の1時だね。ねえ。マジか。あ、甘く見てたわ。甘く見とったわ。え、マジで、そもなんそだこれ。も。マジで、ちょっと折り返して、はい。ちらっと様子見てみようか。はい。車止められるかな、あれは。気のせいだよね。いや、気のせいな話、私、ちゃんと見ちゃいました。やめていくんだというだけだっざて。っと20人ぐらいいました。20秒来たよね。いた。よーし。雨降ってんだよ。ねえ。雨降ってて夜中の1時なんだよ。ねえ。東京とかじゃなくて岡崎だよ。岡崎だと、まあ、四日市よりは人口が多いけど、一宮と同じぐらいやもんな、確か。ここは、確かセントルぐらい。ここはここにある。ラーメン多いんやけどね、ここの通り。ここに U ターン OK だったよ、確か。そこ大丈夫やな。バッダーランダーランいや本当ラーメン屋さん多いんやけどなここの時間ちょっと閉まったするけど、ここだねえ？20人どころじゃなかったね。もう動画撮っちゃった。いや、今見た。まあ、我々にはまだ時間か、そしてまだお腹空いてないんだよね。そうですね。まだお腹空いてない。そんな状態で食べたらよくないよね。ちょっと間に。え、何時くらいになったら空いてくるんだ、これ。いや、読めんぞ。夜中の1時、あれは読めんぞ。俺、夜中の1時、あんな並んでんのって、10月1日のさ、天下一品ぐらいでしか見たことねえよ。半額の、半な額んだの。けど。ちょっと、日が丘の方の店も見に行ってみようか。かもしれん。怖いもの見出され。そっちのか、ああ、でも今回食べたいのは目的が伊達の方にしか売ってないからね。そのメガ盛りは伊達の方でしか売ってないらしいから。すげえなー。舐めてた。舐めてたね。やっぱ20人くらいはね。いるね。よく見たらその列を折り返しとるもんな。折り返してた。マジか。え、ゆずないな、ね。えぐい。えぐいな。まあでも回転はね、いいでしょうから、そこまでは待たんなんだろうけど。本店？東岡崎が。どっちが本店なんだろあれ、どっちだっけな。日が丘の方かな。
B プラスも増えたよね。あ、増えたね。この手の V 線。すごいよな。あ、あのね、日が丘、天井は作らないですね。0時まで。あ、あっちは0時までか。うん、ごめん、ごめん。なんか、Google のあれによると思う。まあ、Google の性格やからな。駅前だから、それはですよね。一般道のナビ以外は、Google さん全幅の信頼を置いとるから、うん、一般道のナビだけは絶対に信頼を置いてないけど。あと、こちら、割と、怖いもの見たさ、うん、うちの動画でも一回あったけど、本当、とんでもない道に連れて帰ったことあるからね。結構ある。うん、でもたまにその、うん、そこらしい、あ、こんな経路あったんかっていう、うんうんうん、道も示してくるから、ありなんだけどね。じゃあ、ここ行きましょうね、この。どっち行きますか？ああ、岡崎のルーに行ったことないもんな。ちょっとドンキ短かったですか？俺もちょっと一回車降りたいもん。うん。そういえばもう、こんな動画どうでもいい、動画関係ない話だけど。うん。金末と浜松にできるんでね。へぇー。まあ、三重地方、三河、三河が、東の方だったけど、うん。浜松に行くんや。はい。なんかこれ、秋オープンってね。おや。浜松。せやフェルナじゃないんや。そうそうそう。金末の公式ツイッターが、リツイートする。この。あ、じゃあ間違いない。うん、金瀬が公式ツイッター誰が運営したんやろな。ねえ、本当になんか、SNS 上手くなったね。あんな、うん、こんなさ、うん、ね、うちらの時代はもう、うん、ね、うちらがこんな発信せんでも、ファンの人が、ね、うん、ファンサイトでも作ってくれる人もいるよね、うん、って、そういうお店作ってくれるね、と、うん、いう人にさ、今がっつり、うん、使っとるもんね、これ、うん。ってことは、トヨタからね、運ぶんだよね。そうだよね。まあ、トヨタからやったら、まあ、発送圏内ではあるけど。うん、まあ、でも、今までも、水波まで運んでるんですね。うん。ヨーロッパとか。あ、うん。かなり一番遠いとこは、ヨーロッパ、水波かな。いや、ポキかな。あ、しまった、回らなかったってな。ああ。あ、そう。E4 が遠いだから、そのままで行こうね。どんきゃこの道のよ。あ、そっか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 。なんだよ、イオンの立ち位置と声優の位置と。ああ、そっか。うん、その、岡崎も言うて広いでな、うん、やっぱあれ。あいつら、岡崎。もうその他にも上場できちゃうしね。あ、そうだよ。中央通り。中央通りに？うん。どこに作るの？前何だったかな。ビッグエコーとある。あの、ビッグエコーはもう潰れたけど、うん。そこに入るんじゃないんじゃん。ではない。ああ。今作ってる喫茶店だったかな、跡地かな、焼肉屋か、飲食店の跡地に、今工事してて。へぇ、昔だ、昔のっていうロッテリアの向かいあたり。ああ、そうだ、吉野家のね、近くだから、そう。あのあたりな。はい、ハートバチバチやん。ねえ、ただでさえ。やっといても下手のに。招き猫に、ジャパレンに、うん、まだあった。招き、ジャパレンに、あそこ埋めてる、うん、パスタ。パスタ？パスタっていうところがやってる、なんかある。あ、ね、カフェの。あれ、潰れたよ。あ、コミックバスかも潰れた。コミックバス潰れたわ。はい。で、あとは、万代やったっけ？万代。万代。パンダの。うん、そうそうそう。あ、ここだね。
本当岡崎いらんか。これでいいのか。これは余計わからんな。とこね、小高い山、ちょっと通りだかな。ここにできた、あの、ね、高砂屋のデパ地下の部分を。おお、あれ行ってみたいよね。まあ、うちらの場合、ここまで来るんやったら、高砂屋のデパ地下行けばいい話やけどさ。まあでも、ね、イオンにやるから面白いね。あれ、そろそろやんな。そうだよ、もう。まあ、うちらの場合、ここまで来るんやったら、高島屋のデカって、まあ、出かけちゃいけない話やけどさ。まあでも、ね、イオンにやるから面白いね。あれ、そろそろやんな。そうだよ、もう。あ、これか。はい。夜中の3時までは地下通してるな。こっから入れるぞ。そうはい。これそうなの？あ、そうみたいだ。こう結構でも入りづらいんです。嘘だろこれ。違うかな。違うだろこれ。ただの住宅街じゃん。あ、でも P、こちらって。なってるけど、これは閉まってる。閉まってるじゃん。夜中は開いてない。閉まってるじゃん。あれ？ってことはこれダメ、ダメだね。ダメじゃん。あ、でもここ？あ、これ JP の駐車場やな。あのとこにあるやん、JP の駐車場。あ、憎いね、これは。そっちにも駐車場。多いね、ダイス。あ、でも四日市も通り会駐車場通ったらしいもんな。俺らの頃なんてスロープに止めとったんやで。止める場所なさすぎて。見にくい。うわ、見にくい。あ、もうおらんね。いないね。満腹系のがいるんじゃね。間違いないでしょ。あ、でも日中、ほら、あるのが空いてんだ。はい。あと、雨だとね、日中あるのは助かるよ。完全に濡れなくて済むからね。どんどんどん、どんき。ただ、この物件もどっかの猪木なのかな？変わった作りだね。猪木のはずだよね。もともとなんか、東海地方のドンキは居抜き多いからね。このあたりでいい？うん。さあ。OK で時間を潰しましょう。はい。よし。え、いろ。さあ、じゃあ、ドクペも買いましたし、行きましょう。ドンキといえばドクペやからね。はぁ、すでになんかもう、疲れず。見えるわ、あの先の、快活クラブでそのままダウンしとる姿が目に見えるわ。めっちゃトマトの香りするな。よし、戻りましょう。あれって結構距離あったもんな。うん。ここが入り口になっとったかな、さっき。そうなんだろうね。位置的にそうやん、高さ的に。うん、前ね、単純になんかあれかな、住民から苦情があって、あっちの出入り口閉鎖したのかな。うん、ああ、そんな感じかもね。うん。
だって夜中に万博が通り抜けられるわけだから。雨強くなったらいい。わあ。心折れるわ。くるくるって折り返してったらいいか。声優やってるんだよね、そこの、すぐ近くの。あ、そう、あそこ24時間営業やもんな。まだダメだけど。はい、悪くイナグマのところからくるっと曲がっていこうか。あっちの方から。どうせそうでないって U ターンになってしまうで。あそこまでいかんでも。はいはい。あっちか。まだとかの、なんだろう。ただ、県道26号で行ったら、うん。うん、だから、だって。どこだっけ、もう一つ先じゃ。すごいな。え、いいから。どうでもない。どういうの？はい。ここから、ただ。立派だね、ここなんかも。まだ続くね。今ちょうどピークだわ、ね。やばいな。すげえな、これ。あ、まだ2時前か。でもね、減ったと思うよ。減ったと思いたい。減ってるでしょう、さすがに。すごい。全勝やな。中尾にハマつし、まんま全勝やな。昔はモスクループやったのにな。どっちがだっけ？中尾。そうなんだ。昔はモスやった。モスの子会社やった。あの頃よかったよ。500円で腹いっぱいないし、やっぱ味もよかったし、モスも。うん。怖いな。え、よう20度あんのこれ。20度。まあただいまの気温20度ってなっとったからさ。そんなにあるって。うん。見えからか。これだって今思わずちょっと暖房の方に行ってしまった。正直、ラウンド入れることじゃないかなと思ってる。東公園か。畑の東公園もすごいけどな。
なんか岡崎公園ね、駅があるけど、そうそうそう、どこもクオリティがすごい。なんか無料のね、動物園があるのか、南だけか。あ、東。行きますか。東が無料の動物園だった。南は遊園地になってる。ああ。まあ、そこら辺もすごい人らしいけど。ああ。こんなとこね、カフェあるんよ。うん。ドラゴン、何？ドラゴン Z っていう、ドラゴン Z？ だよね。すげえ。あれかな、ドラゴンズって読ませようとしてるのかな。なんだろう、これ。かけ待ち。かけ待ちやからな。かけ待ちのあたりまで来ると、稲妻が近いで。もうちょっと行って、アンカとか出てきたらな、アンカとか見えやんか。ブロンコビニとか見えるかも。ドラゴン Z ではなく、ドうラゴン BOZ とか、そう、商品だけど。はん。い。なんて読むかだけど。BOZ？ ドラゴンボーン。そうなるかな。ペンリピーでのドラゴンボーオスみたいな感じ。いや、まさにドラマなんです。すげえ、プリ。ドラゴンボール。ドラゴンボーンズ。そうなるかな。ペンリピーでのドラゴンボーオスみたいな感じ。ペリアやろ。どうか。で、ここもモースあるのかな。あ、もうすごいね。いいなつまさる表明。で、アンケートは、アンケート裏側入れたか分かんない。懐かしい。でもずーっと走っとったこのまま。25%だもんね、これ。今すっげえ雨。いや、やばいでしょ。今はもうずっと進行がかからずにまっすぐ行ったら、カリアのオアシスまで行くね。あ、いけるんや。開通したんで、石山さんの下を通る。ああ。もうね、ずっとこうやってしないけど、やっそっぱ、か。それ繋がっとるな。帰りそれでもいいな。
ブルーボックスコピーもあるやん。もうちょいしてみるか。うん。あー、でんぶ。なんかもう疲れてきた。はい、運転強かった。あー、これどまんじるの。あー、改革すぐ近くやろ。あー。あー、改革かな。軌道を回復すぎたよ。あまり改革ってね、見ることできないんだよね。あ、マジか。バリバリ使う改革。なんか、なんか、あそこで寝られん。あ、まあ。鍵付き越すなら寝られるんだろうけど。ああ、俺も鍵付きじゃないと、ちょっとしんどい。あの、単純に、あの、長さがないんだ。ああ。鍵付きやったら足伸ばせるんやけど、鍵付きじゃないと足が伸ばせるやつで曲げやらかんもんで、それがきつい。さあ、次やな。あ、次じゃないね。あ、次だ。次、ごめん、次だ。次だよ。うん。まあ、いっぱいでももう並ぶでしょ、確かに。並ぶか。せっかくです。好きやなんてからったらやん。みんな好きや言ったらいいよ。これはコートだけだとあんまり残っとんやもんな。本当だね。あ、ちゃんとあの、この店、うん、特製ラーメンのショーがあるんだね。あるんだ、ショー。ショーサイズある。0.5 玉。やばいなぁ。0.5 玉でいいの。やばいなぁ。あ、さすがに残業じゃん。あー、だいぶ熱は減っとるけど。油だ。おお。なかなかすごいな。ああ、確かに全然油の感じが違うな。これと比べるとめっちゃちっちゃく見えるの。うん。いや、やばいな。この油すげえな。おお。これが噂の。じゃあ、いただきましょうか。
さあ、ってことでね、動画的には無事食べてきたところでございますけど、まさかのね、ここ着く直前でね、ビデオカメラのメモリーが切れるというですね、最悪やね。一番あかんパターンでね、できたけど、うん、まあ、すごかったね。夜中の3時やけど、まだまだ行列15人ぐらいはあったかな。10人以上いましたもんね。うん、すごいな。美味しくいただいてきました。これね。当然、特製ラーメン、固め濃いめ、油多めね。ね。冒頭の話のところカットしようかな、どうしようかな、使った方がいいのかな。まあ、一応ね、情報としてね、間違ってくる人いるかもしれませんからね、私みたいに。本当にすれ間違いました。その言うとメガトッピングのキャンペーンは4月までってことなんで、今ね、5月だったんでね、もうね、キャンペーン終了してますってことで、っていうことだったんで、ね、まあ、初めてなんでね、まあ、ちょうどいい。やっぱし特製ラーメンのね、大盛り、固め、濃いめ、油多めね。ね、これで、ね、ちょっといただいてきましたね。いやー、うまかった。ね、で、キッシーさんが普通の、並盛りの普通やで、ね、全部普通ってことで。ね、動画的にはおいおいってなるかもしれませんけど、まあ、逆に普通をね、動画で扱ってるところもないんで、みんなやっぱあそこに行くと固め込み油多めを頼むっていうね、鉄則あるんでね、ってことで、あ、そうだ、ね。それが罰ゲームに使われてて、というようになれる。ということ。やっぱ一般の人を連れてくと普通になりましたということでね。まあそんな感じでございました。美味しくいただきました。ちょっとスープ簡易はできなかったけどね、こっちは。いやー、うまかったっす。また来たいと思います。ということで、あとはのんびりと帰りたいと思います。ビデオカメラのやつも消えちゃったんで、もうこのまま帰ってきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。こんなんでいいの？いいんです。